ボトルと皿に入ったマカダミア油マカダミア油は、オーストラリア原産のマカダミアのカラカから抽出される、不揮発性油である。揚げ物やサラダの調理に用いられるほか、保湿剤や方向定着剤として化粧品の調剤に用いられる。マカダミア油は、約60%のオレイン酸、約19%のパルミトレイン酸、1から3%のリノール酸、 1>, 1から2%のアルファリノレン酸を含む。ほぼ同量のオメガマイナス6脂肪酸とオメガマイナス3脂肪酸を含むものもある。マカダミアは世界中の様々な場所で栽培されているが、その油の脂肪酸素性は環境要因にはほとんど影響されない。マカダミア油は植物のトリグリセリド油に典型的な性質を持つ。また、 高不法は脂肪の含有割合が低いため非常に安定である。マカダミア油は室温では液体である。生成された油は透明でわずかに琥珀色で若干のナッツのような匂いである。完全に透明にすることは可能であるがナッツのような匂いは残る。マカダミア油はオーストラリア料理ではよく用いられる。熱容量が大きいことから揚げ物用の油に適している。 食用油として、マカダミア油のいくつかの性質が重要な役割を果たしている。マカダミア油は、オリーブ油よりも多くのオレイン酸を含む、抗炎症作用により、記憶とズダに効果がある。マカダミア油の柔らかい肌触りと高い酸化安定性のため、ヘビークリームや、日焼け剤に特に適している。化粧品に用いられるマカダミア油誘導体には、 マカデミアナッツ脂肪酸エチルや水にかような PEG-16 マカダミアグリセリドがある。マカダミア油はミンク油の代替として適しており、髪の毛にも用いられる。化粧品原料国際命名法におけるマカダミア油の名前はマカダミアターナフォーリアシードオイルである。クリーマン、マイケル、オーガニックナチュラルライフビジネスオポチュニティーズ、シンドットコム、 2012年8月15日閲覧、ありがとうございます。